皆さんこんにちは、佐藤健一郎です。今日はエンポイントの、ピッチをやっていきたいと思います。昨日、EO という団体が、主催するピッチ団体に大会に出てきたんで、その、まあ、復習というか、せっかくなんで、いっぱい練習したんで、みんなにも聞いてもらいたいなと思って、今、録画をしていました。まず自己紹介として、佐藤健一郎です。仙台で生まれて仙台で育って、ウェブエンジニアとしてキャリアをスタートして、でその後アメリカの方に、20代半ばに、留学しまして、留学先のロチェスターという町で、地域創生のイベント、ビジネスを始めました。その後、まあ、18年結局アメリカにいることになったんですが、4つのビジネスを立ち上げてきました。まあ、これがアートですね。それからフード、それからリアルステイト、それからテクノロジー、それからまあ翻訳の仕事をして、本を2冊ほど出してきました。まあ、いつも本当に、いい仲間に恵まれて、まあ、人にいい人に会うっていう、まあ、才能だけあるんですけども、まあ、言葉を通じない、まあ、右も左もわからない、そういうまあ外国で、まあ、資金もない中、いろんなことをやってきました。で3年前から3年前に日本に戻ってきて、今は中本製紙現代美術館というところで理事を務めながら、まあ、これはボランティアですけども、エンポイントという会社を立ち上げています。何か日本で大きいことがやりたいなと思って帰っていまして、まあ、この会社を立ち上げて、インターネットの、まあ、未解決問題と呼ばれているマイクロペイメント、5円10円というような、まあ、100円以下の小さいお金を自由にインターネット上で動かせるようにして、インターネットのビジネスモデルを、まあ、根本的に変えてやろうと、そんな感じの取り組みをやっております。皆さんタイムマシン経営ご存知ですか？これは、まあ、アメリカとか中国でやってる、まあ、今一番流行ってるやつをそのままパクってきて日本でやればいいんだよみたいな、そういうことがよく日本では、まあ、推奨されてるんですけども、これって、まあ、ある意味頭がいいやり方で、まあ、堅実でリスクも低いし、まあ、誰かがすでにリスクを取ってやってきてくれてるのを真似するわけなんで、まあ、リスクは低いし、まあ、失敗も少ないのかもしれないなというふうに思っているんですが、ただまあこれを裏に返すと、まあ、リスクを取って新しいことをやらないという態度になってしまってるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱり日本はそれをやっぱりあれですかね、そのIT という、まあ、今世界で一番成長している分野で挑戦をしなかったということになってしまっているわけですよね。やはりそれが結局の日本の、まあ、低成長、失われた30年みたいなものにつながっているんではないかなというふうに私は感じています。まあ、もう少し考えていくと、例えばアメリカから GAFA を抜くとどうなるかというと、日本の成長率、経済成長率と実際変わらないよっていうようなことがあったりするんですね。つまりで、まあ、例えば GAFA だけ規模で考えたりする、 GAFA だけでも日本の半分くらいの GDP の規模を持っているということなんですね。でこれらの その Google、Apple、Facebook、Amazon みたいなのはその30年前とか、まあ、20年前、まあ、30年前でもほとんどその会社自体がないとこもありますし、まあ、Apple はだいぶ昔からありますけどまだ全然小さいし、まあ、20年前で考えてもほとんどまあ存在しないに等しい。そこからそこまで日本の GDP の半分くらいまでに時価総額がいってしまうと、それだけ成長したわけですよね。なのでこういう分野で本当に次の IT で大きくなるようなことを、そういうものに挑戦していかないと、日本がこれからも世界有数の経済大国であるっていうのは難しいと僕は思っています。でまあそんな GAFA に対抗するようなことができるはずがないみたいなことを考える人が多いと思うんですけども、でもなんで日本が今こんなに豊かな国なのか、世界3番目の経済大国であるのか考えてみなきゃいけないと思うんですね。でこれはやっぱり先人の人たちがやっぱり新しい分野で常にチャレンジしてきたということだと思うんですね。で僕らよりもずっと厳しいところで、厳しい環境の中で挑戦してきたわけですよ。でちょっとそれを振り返ってみたいんですけども、例えばソニーは戦後ですね、まあ、第二次世界大戦終わって、まあ、その辺が全部焼け野原になった後、その後10年後でもうたったまあ10人しかいない小さい、まあ、町工場みたいなそんな小さい会社だったんでしょうけども、そんなところが半導体のラジオを世界に先駆けてまあ開発して、それをまあ売り出したことによってまあ大成功したわけですよね。
例えばまあホンダとかは世界で一番厳しいと言われたカリフォルニアのマスキー法という法律あって、まあこれは無理じゃねえみたいな、そういう感じだったんですね。でそこにもう一番最初に手を挙げて、うちはやるんだっつってシビックを開発して、その規制を乗り越えて、でその後の大躍進、まあつながっていくわけですよ。ですからまあ彼らはやっぱり新しい分野で挑戦してきたと。で我々も新しい分野でやっぱり挑戦しなきゃいけない。でそれがやっぱりその IT であり、まあ今であるとまあブロックチェーンだったり、Web3 っていうものになっていくんではないかなというふうに、この次世代のインターネットですね、次の世代のインターネットを作っていく、そういうことがまあ本当に非常にでっかい可能性を生んでいくし、まあそこに挑戦することによってもとんでもない新しい価値が生まれる可能性があるというふうに思っています。でもうエンポイントとしては、じゃあどこに挑戦するのかって言ったら、これはマイクロペイメントだ。これが次の世代のインターネットのまあ基盤になる、ビジネスのまあモデルの基盤になるんだというふうに私は考えていて、でまあこれはその昔から、ずいぶん前からそうだろうというふうに言われているけれども、今までまだ実現してないというようなものなんですね。この写真後ろにいますけども、テッド・ネルソン、ティム・バーナーズ・リー、マーク・アドレーセン。ティム、ネルソンは、ハイパーリンク、リンクを作った人ですね。で、ティム・バーナーズ・リーはHTTP の、プロトコルを作った人。マーク・アドレーセンは、ネットスケープという、まあ、世界で最初のブラウザを作った人なんですね。で、まあ、彼は、その後も VC とかやって、今、アンドレーセン・フォルツとか、まあ、本当にでっかいベンチャーキャピタルやってますけれども、本当に今のインターネットの基礎を作ってきた人でしょ。この人たちがやっぱりマイクロペイメントっていうのが、まあ、絶対インターネットに必要だっていうことをずっと言ってるわけですね。でまあその例といったら、その HTTP、まあそののエラーの一つに、まあ、404っていうのが、例えばページなかったら出てくるやつありますよね。それと同じようなエラーで402っていうのがあるんですけども、それは今は使われてないんですけども、将来マイクロペイメントができたら、そのペイメントのリクエストが来てるんだけどっていうようなエラーを出すみたいな、そんなところがもうすでにずっとリザーブされている状態になっているということを見ても分かるというふうに思います。でまあこの彼らがこういうインターネットを作ってきた巨人が、まあ、できなかった、そういうマイクロペイメントにエンポイントは挑戦したいというふうに思っています。じゃあどうやるんだというのが、まあ一つ、まあ、疑問として上がってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まず我々はそのまずなぜそのマイクロペイメントができなかったかということを考えていくと、それはまあいろいろな問題があるんですけども、最終的にまあコストの問題とセキュリティの問題がまあ両立しなかったということですね。インターネット上でその情報の安全性を担保するというのが非常に難しくて、まあできないわけではないけど、やろうとするとものすごいコストがかかってしまうということがあったわけですね。でそれがやっとそのビットコインが、まあ、10年前に、サトシ・ナカモトが作って、でそれでブロックチェーンがインターネットに導入されたことによって、まあ、一度書いたら書き換えられないという、まあ、そういう機能がやっとインターネットに導入されたんですね。でまあそのサトシ・ナカモト自体も、このビットコインを、そのリリースしたクリプトグラフィーっていうメーリングリストに一番最初にそのこれリリースしますよっていうところにもマイクロペイメントっていう単語が2回も出てきて、まあ案にこれはマイクロペイメントのために作ったんだよというような感じで書いてあるわけですけれども、ただこのブロックチェーンが出てきたことで、まあこの技術的な解決をがまあ目処がついてきたところまで来たわけですけれども、ただまだこの利用自体はまあ一部のマニアとか、まあ、僕みたいなマニアとか、まあ、あとはギャンブラーみたいな人に まだとどまっているという、まあ、現状があるわけですね。でエンポイントは、まあ、このブロックチェーンをその決済の基盤に使うことによって、まあ、低コストでそして高いセキュリティをまあ実現すると。そのことによって、まあこのまあ、例えば10円の手数料を、まあ、その手数料を下げるということですね。で10円のものをお金を送るのに、まあ、クレジットカードで30円とか40円かかってしまうので、それはやっぱりもっと安くやらないとできないということなんですね。なのでまずそれを実現する。それから本当にその UI、UX の部分で誰でも簡単に使えますよと、まあ、これうちのワレットですけども、本当に誰でも使えるような、うちのお母さんでも使えるみたいな、そういうような設計にされていますし、それからまあ次に出てくるのがまあボタンですけども、これも誰でも本当に簡単にホバーしてクリックする、そのくらい簡単に誰でも、まあ、
できますよというような、まあ、デザインで、それと今どんどんサブスクリプションが、世の中増えてきていて、まあどんどん有料コンテンツが増えてきてるんですね。ただまあサブスクリプションなんで月に、いくら払ってくださいと、月額継続課金ということなんですね。なのでそのどんどんやっぱ読めなくなってくるコンテンツが増えてくると、そこでやっぱりバラ売りで、買いたいですよっていう、まあ、需要がこれからどんどん増えてくると思っていて、そこを取っていきたい、まあ、今はその Google を中心とする広告、それからサブスクリプション、この2つがビジネスモデルがあって、その間を埋めるのがこのマイクロペイメントで、この次世代の、ビジネスモデルが、インターネットのビジネスモデルがこのマイクロペイメント でエンポイントはこれを日本に先駆けて、世界に先駆けて、まあ、日本に導入することによって、この日本のコンテンツを売っていくというお手伝いを したいというふうに考えています。そして、まあ、インターネット そのビジネスモデルを根本的に変えていきたいなというふうに思っています。で、日本に3年前に帰ってきてから、まあ、チームを一生懸命作ってきまして、本当にいい出会いがたくさんあって、本当に頼もしい仲間が、集まってきました。東北大を中心に、まあ、若くて才能のあって、まあ、情熱のある仲間がどんどん集まってきています。それから、まあ仙台で本当に、経験を持って、その経験がある、アドバイザーの人たちに支えられながら今の開発を、まあ、ずっと続けてきました。で、これをさらに前に進めるために今シードラウンド、の調達をやっていまして、ぜひ、応援していただく仲間を探しております。ぜひ、興味ある方はぜひ、こちらの方から、この QR コードの方から応募していただければなというふうに思います。ということで、仙台からインターネットを変えていきたいというふうに思っていますので、ぜひ応援していただければな、ありがたいなと思います。ありがとうございます。